最近ずっと街にいるよな。攻略しないのか？攻略も大事だが、今はセブンのイベントマジから忙しいんだよ。そうなのか。だからお前たちに構っている暇はないんだ。じゃな。行っちゃったね。フィールド解放に一番近づいているギルドなのに攻略を後回しにするなんて変わってるわね。まあゲームの楽しみ方なんて人それぞれだからな。あいつらが攻略をストップしてる間にフィールド解放を進めようぜ。うん、そうね。キリト君、どうしたの？なんだか視線を感じるぞ。え？この辺は私たち以外はいないと思うけど。そうか、気のせいかもしれないな。NPC から何か有効な情報が聞けるかと思ったけど、具体的なことは分からなかったな。古代文字で書かれた書物を読む方法が分かればね。古代文字が読めそうな人、もしくはアイテムか。お邪魔するよ。サクヤとアリシャさん。やあみんな。ヤッホー、楽しそうだね。スバルトエリアの攻略は進んでいるかい？それがちょっと行き詰まっちゃってて、ダンジョンを攻略してる時に古い書物を見つけたの。でも文字がわからないんだ。古い書物？ちょっと見てもいいかな。なるほど。もしかしてこの虫眼鏡使えないかな。国王に古代から伝わる文字を読むことができると聞いたんだ。サクヤさん、この書物を読んでみてもらえますか？ああ、分かった。なるほど。なんて書いてあった？書物によると、風の魔法装置により空高く登ることができ、装置は2つのアイテムにより起動が可能だとある。風の魔法装置は人工的に強力な気流を発生させる装置だと書いてあるな。ことが書いてあったんですね。図だけじゃ分かりませんでした。あれは気流装置だったのね。ありがとう、サクヤ、アリシャさん。ああ、また助けが必要になった時は言ってくれ。クエスト攻略の時も力になるよ。これで装置の起動方法が分かったわね。となると次はアイテム探しね。ユイ、まだ攻略してないダンジョンってあったよな。はい、
まだ2箇所残っています。そこが怪しいな。順番に調べていこう。じゃあ明日のダンジョン攻略までは自由時間だな。所持品点検とかもしておいた方がいいわね。そうだな。それじゃあここで解散。ねえキリト君、絶剣って知ってる？絶剣？ああ、最近噂になってる辻デュエルをやってるプレイヤーのことか。うん、なんでも立ち合いを希望したプレイヤーを全員返り討ちにしてるんだってね。 OSS をかけてるからそれでも挑戦するやつが後を絶たないらしいな。その人の OSS って11連撃なんでしょ？それだけの技を編み出せるなんて一体どれだけの剣豪なのかしら。今までスバルトエリアの攻略にかかりっきりになってたけど、この辺りで俺も一度手合わせ願いたいな。うん、私も興味ある。その OSS がどんな技なのかも見てみたいし。でも辻デュエルでは一度もその技を使ってないんだってな。絶剣に OSS を使わせるほど追い詰めたプレイヤーがいないってことね。絶剣が現れたらしいぜ。あの辻デュエルの気になるな。よし、行ってみるか。うわっ、リザイン降参だ。もうデュエル始まってるみたいね。どんなやつなんだ？他に対戦する人いませんか？もしかしてあのインプの子が絶剣？あの子 SAO で会ったぞ。アインクラッド100層クリアした後、ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。名前は勇気。なんでこんなところに。いや、もともと ALO のプレイヤーだったのか。おそらくネットワークの混戦か何かで SAO に迷い込んでしまったんだろう。キリト君、どうしたの？いや、絶剣って女の子だったんだなと思ってさ。私もびっくりしたよ。絶剣っていうくらいだからもっとごついアバターを想像してたもん。あ、お姉さん、やる？え、私？よかったな、アスナ。本人直々に指名されるなんて。うん、じゃあやってみようかな。オッケー、よろしくね。はっ！
決めた。え、どういうこと？デュエルの決着は？これだけ戦えば僕は十分だよ。ん？ねえお姉さん、お願いがあるんだ。うん。僕と一緒にスバルトエリアを攻略しようよ。ダメかな？仲間に？いいかな。お願い、仲間に入れてもらえないかな。ああ、わかった。別に断る理由もないしな。そうだね、こちらとしても心強いわ。やったー、ありがとう。じゃあ改めて、僕はユウキって言うんだ。私はアスナだよ。俺はキリトだよ。ありがとう。仲間になった記念に集めたアイテムを渡すね。あ、そのアイテム、それで古びた紙をきれいにできるかも。試してみるから後で工房に集合ね。みんなこれからよろしくね。